メカ。書きまくり、動きまくり、戦いまくり、世界初落書きロープレイ、落書き王国プレイステーション。お兄ちゃんもう生えたの？中二だぜ、当然だろう。書きまくり、動きまくり、戦いまくり、世界初落書きロープレイ、落書き王国プレイステーション。うつんじゃねえ、うつんじゃねえ、今日誕生日なの。書きまくり、動きまくり、戦いまくり、世界初落書きロープレイ、落書き王国プレイステーション。うつんじゃねえ、うつんじゃねえ、今日誕生日なの。書きまくり、動きまくり、戦いまくり、世界初落書きロープレイ、落書き王国発売中。はじめまして。ふさふさ。書きまくり、動きまくり、戦いまくり、世界初落書きロープレ、落書き王国発売中。あー、雨だ。うん、書きまくり、動きまくり、戦いまくり、世界初落書きロープレ、落書き王国発売中。数々の名作アニメを生み出した男、佐藤義晴。彼が送る魅惑の落書きワールド。落書きもさらに書きやすくリアルに。落書き王国2、9月22日発売予定。数々の名作アニメを生み出した男、佐藤義晴。彼が送る魅惑の落書きワールド。落書きもさらに書きやすくリアルに。落書き王国2、好評発売中。落書き王国のさらなる進化を求めて彼が立ち上がった。その男の名は佐藤義晴。数々の名作アニメを生み出したアートディレクター。佐藤義晴が送る魅惑の落書きワールド。野田純子、堀江由衣など豪華声優陣がストーリーを盛り上げる。落書きもさらに書きやすくリアルに。自分の書いた落書きで戦う新感覚アクションゲーム、落書き王国2、好評発売中。よし、オロ、落書きでバトルしようぜ。こいつは落書きキングダム。自分が描いた絵を動かして戦わせる育成型 RPG だ。キャンバスに招待された主人公たちが落書きと共に未来を描いていく物語なんだ。落書きシステムと育成モードで自分だけのキャラを作れるんだぜ。お、オーノはどんなキャラ描いてんだ？かわいくねえけどうめえ。そういや、美術の成績も優秀だったっけな。